お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、やっていくと言ったものを見ていきたいなと思います。というわけで、なんと、最強麦ったんですね。今、グロ1位、今、現在、ナウですね。ナウ世界1位というところで、これほど簡単に世界1位になれるプレイヤー、この人しか知らないんですけども、麦のリプレイをもらえたので、ちょっとね、見たいなと思います。で、なんか、いろんなデッキ使ったみたいなの言ってて、なんか、そう、いろんなの使ったって言ってましたね。メガナイトロイホグに、ロイジャイに、ホグに、なんか、ホグか。結構ホグが多め、ロイも使ってんのか、なんかいろいろスケールとかも使ってて、いろいろ使ってるみたいなので、やばくないですか。一つのデッキを極めて、世界トップに行く人とかも、ちらほら見ますけど、こう、いろんなデッキを使って世界一に行くっていうのはあんまいないですからね。さらにこう、世界トップの中のトップというところで、ちょっと僕もマルチやりたいんですけど、今日は一旦麦のね、動画、お楽しみください。もしかしたら僕のマルチも後々ね、上がるかもしれませんというところで、6本かな、はい、リプをもらいました。6本ね。僕まだ見てないんですよ、ちなみに。そんなので、ちょっと一緒にね、一緒に驚いていけたらね、いいかなと思います。で、メガネトロイフが相手ですね。今回は、向きは人技巧。しかも、この、出たメガネトロイフのエレキ型なので、こう、インドラに対してエレキのリセットで、ラムとか、ユーノとかに対してはゴボウリ、そしてメガナイトがあるので、結構苦しい気がしますね。逆に、そう、メガナイト側は、しかも相手この人は結構上手い人なので、さすがに世界一位行くまでのマルチなので、さすがにみんな間違いなく上手いんですけど、さあ、マジアチャに対してファイボーとか、ロイフグに対してファイボー覚えできるっていうのは、麦としてはでかいかな。けど、インドラがすごい活躍しなさそうですね。この相手にエレキがいる中でのインドラの使い方とかすごいちょっと見たいですね。ああ、もうこれうざいですね。ファイボー裂いた後のこの攻め。いや、これ結構やばくない？でも、いや、このヒースピンの位置ですらうまい。このタルババで転がしたバーバリアンというのをね、回復させていく。そして、ここは多分相手がゴースト使ったから、ハシマイランバー追加はいかない。一回落ち着きますね。さあ、序盤に、ダメアド、700ぐらいかな、ダメージをリードされる展開ですね。でも、こっから当たり前に勝つのが、このね、麦ですね。今年、ポノスに、麦入って、今、ポノス、クララリーグ、すごい勝ってて、順調でね、麦がマジで超強いんですよ。そう、1v1 にも、たまに出たり、KO1 も、基本出てるんですけど、KO1 で9勝2敗かな。で、1v1 が2勝無敗。で、合計すると11勝2敗で、だから勝率 80% 超えで、もう言っちゃえば成績、もう化け物ですね。本当に化け物。だからもう後ろにいてくれるだけで、麦いるし、負けても大丈夫だよね、みたいな感じの、気楽でね、戦えるのは間違いなくありますね。そう、チーム全体としても麦入って、麦いるから、ちょっと楽になるのはあるんですけど、でも麦が活躍するけど、でも俺らも活躍したいし、みたいな。麦に頼ってばっか、ちょっとちげえなってなりますし、麦のプレイを見て、麦とバトルしつつ、チーム全体のね、こう、士気もちょっと上がってきてて、すごいね、こう、チームにいいプレッシャーをと言いますか、なんて言うんだろうな、いい、こう、ね、雰囲気を与えてくれてますね。なんで、今シーズンマジで僕もマルチ。ちょっとね、負けられないですね。負けられないとか言って、本当に、これと競うわけですからね、ちょっとすごいワクワクしますよね。さあ、この転がしたタルババを、ね、ヒースピで回復させてあげますね。いや、この相手の優の追加ですらうまいんですよね。間違いなく。でも、これ、すげえ押されてるんですけど、こっから勝つんですからね。どう勝つんだろうっていうところですけど、この檻とメガナイト、そしてラムライダーの勢いもエレキ、全部で止められちゃうんですよね。後半逆にファイボ防衛ができれば、相手の攻めも通んないっていうのはあると思うんですけど、言っちゃえば麦の攻めも通んないので、でもどっかで通さないと勝てないっていうところで、麦のマジエッチャかな？これマジエッチャを。どう割いていくか。さあ、エレキいるけど、ガンガンインドラを割いていく。で、ラムは飛ばさずに、ラム以外のユニットで攻めつつ、
オリとエレキがいないところでラムで攻めると。で、マジアチャが、やば、え、そんなに入るっていうぐらい入ってるな。そんなにうまくいかないけどな。ね、この、僕らあるあるですよね。だって今、メガナイトで踏まれて、ね、ダメージ取るっていうような展開で通ったじゃないですか。ね、まあそこ、まあ通るんでしょうね、彼は。レイジーに乗ったタイミング、そして、まあ、メガナイトを咲かざるを得ないと言いますか、咲かせてるんでしょうね。なんならラムライダーに君メガナイト咲くしかないでしょって咲かせて、でも咲くとマジアチャー犬木止まんないよっていうような、まあ、相手としてはまあしょうがないんでしょうね。なんかそこがちょっと上手いですね。なんかもう上手いの領域じゃないですけどね。でこれはさすがにファイブ防衛して、でもうこうなったら相手にスペルがやっぱウッドしかないので、もう守って守って守って最後にカウンターで、まあ仕留めるというところですね。いやー勝っちゃうんですね。なんか前半あんぐらいダメージ受けちゃうと、あーちょっと結構攻めないといけないなみたいな、こう若干なんか焦ると言いますか、ちょっと攻め気味なプレイになってしまう部分もあるんですけど、まあ、ダメージを取られたからといって攻めずにね、しっかりずっと耐えて耐えてチャンス狙って今なって時にね、まあちゃんと仕留める、まあそういうところがね素晴らしいんですね、本当に。さあ今回はなんとロイジャイですね。ロイジャイ、ロイジャイランバーのごぼりで、相手は、チエンテスラクロスですね。あの意外とロイジャイってこう、まあ、ぶっちゃけクロスの相性いいっていうのがこう思われがちなんですけど、なんかそんなこともないんですよね。テスラがやっぱ強くて、施設がやっぱテスラってクロスだとこう攻めの時にやっぱスペルを打たないと、ライトニングとかですね、ファイブとかを打たないとこう突破できないんですよ、そうテスラを。でそこにスペル打ってしまうと攻めクロスが来るっていうところで、なんかこうなかなか難しいんですよね、それもまた。なのでそこをまあどう突破していくのかっていうところですかね。まあ結露すんのかな、しないのかな。基本一生ユニットからで、こういうテスラいない時とかに、テスラがない時ですねに端前ロイして、まあアイスイズにライトニング打てれば理想だと思うんですけど、ああうまいですね。これアイスイズもないので、そうナイトスケしかないっていうのを分かって、ああうまいですね。ああこの判断はね、これはめっちゃうまいですね。今の判断、テスラアイスイズ咲いてナイトとか陸しかない、ナイトスケしかないのでロイランバーでそこを突破する。さあすでにうまい。あですけど、まあ、攻めたことによってこのクロスがやっぱ止まんない。で相手のスケもうまい、一回受けてますね。あですけど、いやーこれ2発スケがね竹取れてないのはでかいと。けどダメは今ちょっと取られてますからね。この相手のクロスもうまいですね。アイスイーズテスラにはライト打って突破したいけど、ライト打つと逆サイ攻めクロスが来るよと。結露多分しないか。いやでもしそうだな、持ってるもんな今。ああしますね一回。まあゴボリがあって、まあ攻めクロス来てもタルババライトで防衛ってことなのかな。さあ防衛クロスにライトニング打っていく。これはライトニング打ってことによってでアイスイズトルネードテスラを突破できないんですよ、ここの攻めで。なのでこのロイジャイは一旦捨てですね。あんま通す気はないけど、まあ、軽めにコストを割いて相手にコストを咲かせて、でここでスケ受けてくるところのヒースピ、いやこれ細かいところがうまいですね。今のヒースピによって言っちゃえばトルネードを使わせたと。で負けそうだけどな。なんかさっきの試合も負けそうだったし、負けそうなとこから勝つんですよね、うまい人はマジで。でこれはまあ攻めライトを多分アイスイズに打ちたいんですけど、ああ逆サイにちょっと展開するんですか。でアイスイズテスラにライトボンボンボンではなく逆サイロー行く。でメガゴ追加ヒースピ追加、けどアイスイズトルネを突破できないんですよ。これさて負けリプじゃね。これウッド削り、あまあなんかがぶっ刺さるんでしょうね。勝ったんってことは多分ライト、
一回持ってますね。で、クロスにまあライト、防衛クロスにライト打っても、次の2周目攻めクロスされても、まあロイチェがデフザにあると。といったところで、これはまあいいライトですね。まあ削りつつ、様子見でも、攻めライトされたら相手ももう攻めログとかできると思うので。いや、この両サイドにユニットをちらつかせますね、すごい。で、真ん中テスロは、もうライトニング削りするんだ。で、もしかして相手がロケ削りしてきた瞬間に、めっちゃ攻めるとかなんですかね。で、ロケ警戒高めベビー。で、結論結論ばして、これロケ誘ってんのかな。うわ、ロケ打つ。うわ、めっちゃいいトルネロケ。あ、でも外してる。そう、ロケ打ったターンなので、ここを多分めっちゃ攻めますね。あー、うまい。これ、ランバーロイがうまい。ヒースピ多分遅れついか。あ、逆ロイ側にか。いや、うまい。いや、それうまい。え？これで勝つの？おー、なるほどね。うわー、でも。いや、これはヒースピ追加の、ぶっぱライトニング来ますね。ロッコスライトで、大逆転して、相手はロケ打たないと追いつけないけど、みたいな。え？なんか、疑惑じゃないですか。世界一にイチャモン作るわけじゃないんですよ。マジで。間違いなくイチャモン作るわけじゃないんですけど、トルネロケで、なんか残ってきましたよね。なんか残ってきたな。あれ残ってなかったら違ったんじゃないかと思うんですけど、まあ、そこもすべて、まあ、計算。ロケ打たして、てかトルネロケを使わせて、みたいなね。まあ、てかまあ、ロイジェイ側を攻めるんじゃなくて、ランバーベビー側をね、こう、まあ、ランバーベビーの形を作るっていうところがまずうまいですね。そしてランバーをさらに追加してっていう。まあ、ロイデッキだけど、まあ、ロイが通んない時の形の作り方だと言いますか。こう、まあ、そういう部分がね、ちょっとうまいですね。さあ、そして今回は、まあ、ロイジェイでも人技でもなく、ホグですね。高回転ホグ。で、相手はロイジェイで、ここトリトンで金起動されますね。いやー、出だしは、すごいいい感じに見えたものの、相手の方が、まあ、優勢ですね、ここは。さあ、ロイ。まあ、マスケボムで、ロイを抑えていけば、でも相手もトリトンでホグ抑えれるので、さあ、ここのナイトスケがうまい。おけど、相手のヒースピもうまい。いやー、クエイクなんで、最近このクエイクの枠が、ファイブ型のね、ホグもいるんですけど、クエイクだとこのスケドラ無双されちゃいますね。さあ、いつも前半は負けそうというか、押される麦ですね。いつも前半押されてる。けど、いつも勝ってる。もう PS、なんか初手芸でダメージ受けても結局最後には勝つみたいなね、ちょっともう何も言い訳できなくなりますよね、こういうプレイヤーがいると。さあ、こっからだな、クエイク腐りまくってんな、これ。クエイクね、打つのかな、暇になったら芝クエイクとかはしない、相手ももうほぐように待ってますね、トリトン。あ、でも一発入る、この一発はでかいですね。でかいけど、ロイスケドラされるだけでこれ終わると思うんですけどね。あ、逆サイ、これうまいんですよ。これ何がうまいかって、真ん中ボムタワー置いたら、ロイの竹取れるんですけど、トリトンも飛んできて、トリトンがボムタワー殴って、そう、ボムタワーが早く壊れちゃうんですよ。今の逆サイ行くことによって。そう、それで、ロイがちょっと刺さるっていう、ロイの HP が残ってみたいな。っていう相手のこの逆サイロイもうまいんですよね。ただのロイに見えて。わあ、クエイク。お、めっちゃ入る、めっちゃ入る。そんな入る？いい。めっちゃ入る。で、まあ、こっから。ああ、真ん中ボムタワー読みつけたらですね、これは。けど、高めボムで、やばくない？やばい、冬王に見えるものの、まあ、守っていくと。まあ、ダメージは入りますね。で、こっからは、これ真ん中トリトンも相手出しにくいですね。今、ナイトがいたので、ホグが釣れないっていうところで、まあ、防衛5かな、していきましてね。で、こうなれば、クエイクで結構削っていける気もするものの、ロイスケドラでワンパンもちょっと怖いかなというところですね。いや、出た、この高回転使いの。ああ、うまい。このホグうまいですね。こうやって絶対一発殴るっすもんね。お、殴んねんだ。やばい。え、これ、ワンチャン持ってくれない？クエイク2周回すのかな？これ守る？いや、守るな。一回守って、
右下マスケ置きつつ、あ、もうマスケ置かない、やば、今攻めんの、あー、クイックったら落ちんだ、いやー、やば怖くないですか、別に最後一回マスケで守ってよくないですか考えがやっぱね違うんですよね、そういうところが。あー、もうクイックずれ終わるし、うん、あー、これ別にスケで守れるから、あー、クイック打とほいって感じ、うん、チャラいっすね本当に。で、あー、もう初手ホグヒースピーしてますからね。あ、今回は上が麦いったんですね、上が麦で、お、ミラー対決だ。さあ、まあミラー対決ってことは圧倒的 PS ゲーで初手も大事になってくると思うんですけども、まあ一発ホグ一発の差というところで、まあ、若干リードですね。あ、でも1個めっちゃ相手のホグうまい、え、これやばくない。さあ、やっぱりいつも序盤はリードを取られる麦いったん、これやば、初手ホグヒースピーなんかするからだよって思うんですけど、まあ勝つんでね、この人は結局。まあ何も言えません、僕からは。で、また今回ホグですね、そういえば。で、ボムタワー用のホグですね。で、今のホグのタイミングもマスキを割いた瞬間なので、言っちゃえばボムタワーのコストが足りないかもしれないタイミングだったのかな。だからそんな感じか、ワンチャンマスケもクエイクで巻き込めるから、今飛ばしたのかな。もうホグあんま使わないんでわかんないですね。まあホグ対決、いやホグの一発の世界ですよね。あとはこうウッド削りだったり、こういうヒースピ削りだったり、まあそういう細かいところですね。今のウッドもちゃんと相手のタワーに届いていると。で、まあボムタワーで、うわ、ホグ置いてから、ボムタワー置くという順番ね、逆、相手が攻めほぐしてきた時に攻めるっていうやつですね。で、もうクエイクで削るよと。いやー、やば、これどうやって勝敗が変わるんすかね、マジで。言っちゃわかんなくないですか。うん、クエイクと雪玉だったらマスケットを処理できるんですけども、クエイクウッドなので、このデッキはウッドクエイクウッドでマスケを処理するのか、クエイクウッドクエイクで処理するのか。うい、うい。さあ、このホグのダメージを抑えていくっていうのも大事ですね。いや、でもこれホグやっぱお互い今入ってないですからね、お互い。お互いホグが通んない。わあ、マスキを運命していく。あ、これは、刺さりますね。回転？わかんないですね。まあ、言っちゃ今、麦の方が多分低コストでスケヒースピュットかな、ナイトとかで回したことによって、まあホグが早めに回ってきて、相手のボムタワーが間に合わなくてめっちゃ入ったというところですね。今のウッドもマスケが、マスケのタグを多分取ろうとしてたところ、ウッドでノックバックして、距離を作って、そこにスケで、タグを変えましたね。相手のこのナイトからの横スケもうまいですね。ウッド外す、いや外してねえのか、あれだ、もう、あ、俺もうこれクエクったら終わるからっていう、もう相手ホグ飛んできてるけど、もう攻めのねことを考えてる。いやー、余裕で勝ちますね、なんじゃこりゃ。しかもマイナスプラス17、プラス17、マイナス17ってどういうことだ。麦がめっちゃ上だから、多分麦がプラス17なのか、あれ俺の数字の見間違い。まあまあそこは気にせずね、はい、いきます。というわけで、あと残り2戦ですね。で、今回は、麦は、ロイ・ジャイト。いや、面白いな。なんか、こう、上手い人のプレイ見てると、無限に見えますね。本当に。なんか、ずっと見とけられますね。気持ちいいというか、面白いですね。マジで無限ですね。一生見とける。いやー、本当に、こういうプレイできるようになりたいですね。全然、慣れると思うんですけどね。って言ったら、なんか、ちょっとあれですけど、この領域まで行きたいですね。さすがにちょっと格が違いますね、麦は。いやー、この星前ペッカはいいですね。ロイ結構陸受けきついと思うんですよね、これ。まあ折り、ごぼう折りがあるものの、こうスケとかがないので、これがね、もうこの星前ペッカがだけど、まあタルババで、あー、めっちゃいいやっぱ序盤毎回おられそうになってんな。序盤だけなんかもうちょっとちゃんとすればっていう今だって5試合目かな、これ見てるの。
5試合中5試合全部序盤なんか大ダメージというか軽めにダメージ受けてマックスになってますからね。まあでも彼にとっては負けそうでもなく、まあただかゆい程度なのかもしれないんですけどね。さあというわけで、概要欄に麦チャンネル貼ってるんで、ぜひ、麦、最近動画あんま上げてないと思うんですけど、なんか前のうまいプレイとかも上げてますし、多分今後いつか上げてくれるでしょうというところで、ぜひチャンネル登録とか、まあ動画見といてね、損はないと思いますね。間違いなく、こう、参考になると思うので、こう、まあ、クラロは上手くなるので、一番大事なのってわかんないですけど、てかまあ、大事というか、こう、上達するのが早い方法を考えたときに、まあ、クラロワに限らずなんですけど、結局、上手い人の真似をすることが、結局、なんだろう、こう、上達の近道と言いますか。さあ、ここ、空マウントですね。空のユニットで一方的に陸をいじめていく。相手の対空を徹底的にライトニングでさっきから潰して対応してますと。というところで、上手い人のプレイを真似するのがやっぱ何でもいいんですね。スポーツとかでもですし、なんかまあ勉強方法でもですし、結局できる人たちの真似をするのがやっぱこう早いと言いますか。まあそういうところでね、真似をすればいいんですよ。こう向きの許容とか。こう相手のペッカリ切った時に、こうできるだけ空で対応するからライトニングでエリキを速攻潰してみたいな、こう真似をすればいいんですね。結局防衛しすぎないみたいな。さあ後ろからベビーで、相手のペッカからしたら、まあペッカは通るものの、でも言ったらこのベビードラとメガゴですね、この空がやっぱエレキとサンゴなので、空対決に勝てないってところですね。陸対決では勝てるんですけど、空対決では勝てないっていうところで、まあそこをお互い理解してますよね。お互い陸を通そうとする。ここですね。陸がやっぱきついから陸を通そうとする攻め。でも、まあ麦は逆に空が生きるので、この空をしっかりね、利用したベビーメガゴでの防衛というところで、さあ、こうベビードラがね、入っていきますね。だんだんとペースが、麦寄りになってきましたね。うわー、これいやらしい。このランバーベビードラの攻めがやばいですね。今のヒースピで回復してたらもっとやばいんですけど、あ、このサンガゴも綺麗だな。裏からね、竹取って。で、まあ、ゴーボーリで耐える。いや、ワンミスぐらいで終わりそうですね。で、ここ、ロイは行かないか。さすがに行かないですね。ロイ一回も出してないですね、まだ麦は。出すと、やっぱペッカーで、とかエレキプラスのユニットで守られてカウンター来るので、本当に最後の最後までは、こう、ユニットで耐えて、ここ防衛ライトワンチャンあるかな。防衛ライトしない。残るのめっちゃええだけどな。残ってもいいんだ。後ろからもう一回ユニットで回しますね。ベビーメガ5。多分、ヒースピーでゴボリぶつけるかな。うわ、ぶつけない。いや、で、こう残ったレイジのカウンターにロイですね。いや、これですよ。で、空がいっぱい残ってるので、ペッカで守るものの、この空ユニットですね、マジで。いや、このね、ユニットの戦い方がちょっと上手いですね。で、降りで受けると。で、もう残りダメージは、てかまあ、あれか、あとちょっとタイブレーカーですね、これは。ロイで、これは攻めに行きつつ、時間を稼ぎつつ、さあ、ゴブリンの降りで、うわぁ、フィニッシュと。いやー、どちらもうまいっすね。本当に。ベビーメガゴを無双してましたね。陸はすごい苦しそうでしたけど、ベビーメガゴで頑張ってましたね。いやー。やりますね。さあ、というわけで残りね、1試合になりました。もっともっとこう、麦の試合、無限に見たいですけども。まあ、またね、もらいたいと思います、リプレイ。というわけで、今回最後はまたデッキが違いますね。まあ、ウルスケって言われる、スケラーフリーズデッキですね。僕もよくこう、結構愛用してるデッキなんですけども、ちょっと参考にしたいですね。で、一個一個が重いデッキなので、まあ、一体一体こう、雑に割いていくと、もうすぐワンパンされちゃうような、デッキですね。一体一体がすごい重要になってきますね。で、今回相手が、まあ、スパーキーなので、スパーキー受けがまああんまりないんですけど、まあ防衛スケラは多分していくと思いますね。スパーキーの受けに防衛スケラだったり、まあ防衛フリーズで、多分前半耐えて、最後にカウンターワンパンスケラ。かなーと思いますね。さあ。
ってこっからさスパーキーで受けてこられる。ここはまあ後ろから空でドラドラだと思いますね。インドからの高めなんだな、まあ、早めに焼いちゃうぞというねところですね。でこっからはまあケツベビーでスケラはね多分前半打たないと思うんですよね、さすがに。いや打つんかい、全然あれっすわ、普通に打ってましたね。でここはまあ防衛されるもののここの防衛ですね。まだボーラーですよね、ボーラーのこの貫通技ね、これとあとはアイスウィズか、ボーラーと、まあ、アイスウィズでさあ綺麗に守っていきますよと。いやいいですね、なんか今回だけは前半ちょっと負けそうになってないですね。でワンチャン攻め取るねで、あ手前に引っ張って早めに処理ですね。このトルネードは大事ですね。ユニット対決かつトルネード。そして、ちょっとね、コストを他に使わせられる。このウルトラスケラーと呼ばれるデッキとか、まあ、トルネードのデッキだって結構大事になる戦術ですね。相手の遠距離系のユニットが厄介なので、早めに攻めトルネードで引っ張っていくという感じで、まあ、これはスケラー打ちそうだけど、打たないんですね、一回。まず、まあ、インドラルビの形だけで厄介っていう。あ、相手、なんかミスってますね。あーで、防衛フリーズからの、うまい、ボーラーの貫通とバルキリーで、仕留めましたね。今のうまいですね。ボーラーとかマジアチャの、射抜くのがうまいですね。これ攻め取るねかな、いや、しないか。一回、まあそこはもうバイバイしちゃうんですね。バイバイして、このベビーにスケラ打つかと思いきや、まあ相手が三角を持ってるターンなので、まあちゃんと負け筋潰しってところですね。でさ、トルネード。いや、綺麗に防衛しますね。で、こうなってきたら、さすがに次のカウンターは、これ、端前、スケラーありそうですね。で、3が5には、まあ、フリーズを多分、パッキンしそうですね。いやー、綺麗ですね。なんか、こう、ね、簡単に世界一取られると、こっちも困っちゃいますよね。本当に。いやー、こんなに、こう、まあ、ここまで上手くなれると、まあ、間違いなく楽しいでしょうね。今以上に。やっぱゲームって楽しいですけど、やっぱ勝てるからこそこう楽しいと言いますか。まあ、勝てなくても、こう、まあ、ちょいちょい勝てればというか、まあ、そう、まあ、開けてもまあ楽しい部分ありますけど、やっぱ、勝てれば勝てるほどこう、ゲームって面白いじゃないですか。まあそういうものだと、まあ僕は思ってるので、まあ、このね、領域までちょっと行きたいですね。いやー、面白いな。もっともらいたかったな、リプレイと。まあいうところで、僕もまあ麦とトロ、今290ぐらいしか変わんないので、もう今2位になってますけど、まあちょっと追いつきたいですね。頑張ります、マジで。はい、というわけで、化け物麦チャンネル概要欄貼ってます。ぜひ、チャンネル登録とね、覗いてみてください。というわけで、ポノス、クララリーグね。今いい感じです。で、次、日曜日かな。日曜日、はい、試合があるので、ぜひそちらも応援よろしくお願いします。というわけで、終わります。よければね、高評価とか、コメントと、僕のチャンネル登録もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。